阿部、センスないと言われてきた。阿部監督、僕もセンスがないと言われてきた人間なんで、努力でカバーするしかないなと思って人より練習をしてきた。それで数字も残せたというのもある。僕は秋広はセンスがないと思いますね。センスがないから努力するしかないんです。阿部、野球のセンスなかった。バントのゴリ押しはセンスないよ。阿部は才能なかったんか。イメージ違うな。才能だけでやってたイメージやったわ。阿部でそんなん言われるんか。それで対戦したら、とからお前は鼻から天才なんやから年下に努力をしつけるなとか言われるって辛そう。まあ口に出す才能のサウンヌンって努力したくないやつの言い訳やし。こいつ打撃で散々天才的って言われてるやん。入団した頃のキャッチャーフライの追い方はほんまにセンスなかったわ。いくら東京ドームに風が吹くと言うてもヨタヨタしすぎやったわ。プロ入り2年で3割打ってセンスないとかいうやつが意地やろ。コスプレのセンスはなかなか。阿部本人がセンスないと自称してるなら説得力ないけど、周りにそう言われて努力してきた上であの成績残したんなら否定できんな。監督とはいえ元選手が一番話題になるってあかんやつやん。努力するのはそら大事やが、それでなんとかなるのはセンスやろ。まあ1年目のヒョロヒョロからあのガタイに持っていくのは大変だったやろうな。顔が良ければもっとチヤホヤされたやろ。ご視聴ありがとうございました。